さん、レバーレス続けんの続けるよ。もちろん。スト6までは続ける。ただ、そのレバーレスが、その下上同時入力でニュートラルになってしまったので、上,にそ上,上優先がなくなっちゃったんですよ。まあ、正直じゃあ、あのー、これはレバーレスにとってマイナスなのかっていう話になるんですけど、まあ、ぶっちゃけマイナスだと思う。一応。ただ、 みんなが思ってるよりマイナスではない。まあ一応その上入力優先がなくなることでの、まあ、メリットもあるのよ。メリットも一応ある。例えば、えー、っと上と下同時入力にしてするとそのニュートラルになるからシフトやるときとか便利だったりとかね。あのね、シフトやるときはめちゃめちゃ便利なの。例えばエイジス、エイジスガードのときに相手の投げのタイミングでシフトやるってのがすっげえ強い防御法なんだけど、あの、それが ニュートラ入力だと、あ、ニュートラ優先、ん違う、えっとね、上下同時入力がニュートラになると、すっげえ簡単なの。波動圏出しやすくなるのは強化じゃな、ね、いいや、それは別に大したことはない。正直、正直大したことはない。まあ、ももちとも話したけど、まあ正直、その、コマンドが、なんか、速くなるとかっていうのは、まあ、そもそも別にそんなに遅くないし、大丈夫。で、レバレスのデメリットって、あの、ヨガフレコマンドなのよ。 波動コマンドはまだしもヨガフレコマンドのやっぱその下が抜ける現象が解決ができないうんそう半回転形が,がきついまあだからそのガイルとかはまあデメリットだろうね、うん、ガイルはちょっときついと思うよ 3, 3方向以上の入力もニュートラルにしろって言われてるけどああまあ正直俺別にそのレバレスやっててなんつうのかな下上同時に入力で 上が優先されるのはおかしいって俺常日頃からやっぱ言ってたと思うんだけどまあだから公式がまあそういう風な意向になってあまあそうだよねって思ったね <laughs> あ良よかっただから上優先の意味全く分かんなかったもんいや伝統なのでいや俺はもうその世の中でいやこれは伝統なのでっていう言葉って全くもって信用できない言葉だと思ってるから基本的に。 理にかなってないんだ伝統だから残すとかっていうのは基本的には不必要だと思えば排除してしまえばいいと思うし、うん、上下方向が同時に入力された場合両方の入力,入力を維持もしくは両方の入力を不成立するはい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 カフコンは選手が好みのコントローラーを選択したりまたはカスタムしたりすることを阻害しないこれは選手の置かれた環境や身体的な特徴個性 その他やむを得ない理由によって、そうせざるを得ない事象があることを認めるからである。ただし、これは公平性が担保された範囲でのみ、えー、その多様性が認める。カスタマイズとはボタンやレバーの物理的な場所の変更やコントローラーそのものを作り出すことを指す。また PS5 標準コントローラーであるデュアルセンスの機械的な能力を超えたカスタマイズは身体の特徴を考慮する。そうせざるを得ない特別な理由がない限り禁止する。 ああ、いやずもガナ、えー、マクロ、ターボ、連打機能、えー、認められない複合入力、あるいはそれに、えー、類通する、えー、機能については禁止する。攻撃コードとして使用できる入力系統は最大11個まで、11個だね。11個ってすげえな。移動コードとして、移動コードを方向キーやレバー、アナログスティックではなく、ボタンとして適用するものを移動ボタンと呼ぶ。 移動ボタンと方向キー,、えー、レバー、アナログスティックは共存して設置できるが、その場合は対価として対応する移動行動の入力を失わなければならない。例えば上方向だけを移動ボタン化した場合、えー、レバーの下方向の入力は無効化しなければならない。ええああ、なるほどね。あー上ボタンをつけるのはオッケーねなる。なるほど、なるほど。あのー、ヒットボックスさんが出してるクロスアップはオッケーね。なるほどね。はいはいはい。 まあこのルールで気にしてなきゃいけないことっていうのがボタンの位置ですよね今こういうふうなボタンですけど果たしてどういうふうに配置するのがいいのかあと3つを、まあ、はたまたこここれが一番いいのか分かんないよね一応想定ではここここここがいいのではないかという うーんな気がするここここここがいいのではないかっていうボタンに対応して指も増やさないとまあここにあればさ親指はやっぱそのここのストロークっていうかこの可動幅があるから可動幅があるから結構ここ押しやすいと思うのよおそらくここにあったらやっぱ今のジャンプボタンもそうなんだけどここやっぱ押しやすいと思うでここっていうのは結構 腕全体が動かなきゃいけないし押し間違いも起こるからあんまよくないんじゃないかここら辺だからそのなんつうのかな全てをまんべんなく押せるようにしなくていいと思うんだで要所要所で押しやすい場所にあればいいと思うからんこっちがいいんじゃないかなっていう感じ同じ列によ同じ列にだけ4つボタンが並んでるのはちょっとやりにくさを感じるような気がするだからこの配置がちょっとベストなんじゃないかなって なんで11ボタンにしたんだろうねこれ結構8ボタンで良かったような気がするけどね。なんか選択の余地があって。8個結構、うん、いい気がするけどね。なんか個性が出るというか。まあ分かんないけどね。PS パッドの公式で出たお高いやつが背面ボタンついてるか,からっちゃう。ああ、だからその背面ボタンとかが。いや、パッドが結構いい気がするわ。正直。パッド結構いいと思う。 孫さんが予想するなぜ11なのかの理由はどうですかパッドのユーザーを優先したいから。じゃないパッドプレイヤー一番多いからね。まあ我々アケコンとかレバレスで議論してますけど、パッドのプレイヤーが多分8割とか7割ぐらいだと思いますから。てか初心者みんなパッドだし。で、パッドに多分 PS5 でそれだけの背面ボタンがあるから、それだけのボタンがあるんでしょう。だからじゃない 私もパッド頑張ってみようかな。イベントの時とかかさばらなくていいですもん、ね。パッドはね、結構悪くない。うーん。本当に。悪くないけど、あのね、メリットもあるが、デメリットも結構ある。そのメリット、デメリットが結構激しいデバイスだと思うわ。なんなら。一番丸いのが開け込んだね。メリット、デメリット。一番丸いと思う。パッドは結構メリット、デメリット、一番激しい。そう、メンテナンスとか消耗とか。うーん、そこら辺は結構あるね。 PS、FPS でも一生パッドに文句言ってる層がいるいやでもあれパッドに文句言ってんのってオートヘイムがあるからでしょだってシステムが違うんだからそれは文句言いたくなるわなまあそれはしょうがないんじゃない ?APEX とかだったらうんオートヘイムあるからでしょあれオートヘイムなかったらパッド絶対勝てねえもんまあでもトータルでもねでも APEX ってあのパッド対応したからあの人口増えたと思うよ うん、だからパッド対応したのが多分ねあのエイペックスが流行った理由の一つだと思うだって俺知ってる人でエイペックスやってるんですなんて人もみんなパッドだったよエイペックスやってんだったらキーボードとかの操作キーボードマウスの操作うまいんだろうなと思ったらあのー、俺パッドなんでみたいなパッドだったんでみたいなだからパッドを対応させるっていうことがどれだけその裾野を広げるってことに広がるのかっていう話だよねだからそこを基準にした時に パッドでもできるようにそのモダンモードを追加したりだとかこの11ボタン対応にしたりだとかみたいな感じだと思う。